皆さん、こんにちは。ユーライコープ代表のミ浦雄大ユーライです。今日はですね、GK ニュース喋ってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さてですね、あの、ま、GK と言いますとですね、今日は自分の趣味のことを話すんですけどですね、あの、鉄道でですね、まあ、ニュースやあの、目は知ってると思うんですけれどもですね、東海道山陽新幹線で走っておりますですね、あの、ドクターイエローとわかりますでしょうかね。ドクターイエロー。はい。まあ、この車両なんですけれどですね、はい。はい。まあ、この車両がですね、 あの,あの、JR 東海です、ね、2025年の1月、で JR 西日本がですね、2027年ですね、まあ、引退をするっていうニュースが飛び込んできましたね。はい。で、そのニュースがまあ、あのまあ僕も見たんですけど、ええー、って驚いてしまった部分はあるんですけどですね。はい。で、まあまずはこの新幹線、まあ知ってる人もいると思うんですけど、ね、 ちょっと軽く説明してみたいと思いますね。まあ、この新幹線ですよ。静止名称はですよ。新幹線電気自動総合支験車っていう名前なんですね。はい。名前でありましてですね。ま、簡単に言うとですね、新幹線の線路の状態とか、河川の状態とかをですね、あの、調べる車両なんですね。はい。で、で、この車両の、新幹線の、あの、作業員とかも乗る、乗って、ね、で検索するんですけれどですね。はい。で、 ま、この、今の車両がですよ、2021、2001年に登場した車両なんですよ。で、車両でして、まあ、23年ぐらい走ってんのかな走ってましてですね。で、なかなか10日に1回しか走らないということでですね、なかなか見る機会もなくてですね。で、池部の人からですよ、あ見ると幸せになれるとかって言われてるんですよね。はい。まあ、実際見て幸せにな,なるのかどうか、ちょっと僕もちょっとわか,かんないんですけどですね。はい。 で、まあ、それが本当によく見ない新幹線なんですよ。で、自分もですよ、あの、まあし、まあ見たことはですよ、あの、新幹線車庫のイベントとか、あとどっか東海、j 東海の、東海道新幹線なんか引き込み線の線の走っていうところを見ましたね。はい。で、なかなか僕も見たことはないでドクターイエローはですよ。はい。でですね、まあ今回、まあ無くなる理由なんですよ。老朽化ですね。老朽化がちょっと原因ということでですね、 で、元、検測車両、検測の場はですね、今後の n な新しく登場しました。N7S でその、検測をするということなんですけれどですね。はい。うーん、ま、個人的にはですよ。うーん、ま、無くなるのはほんと寂しいなと思いましたね。はい。うーん。で、これどうなんですかね。うーん。 まあ、もしかして、ディニア、JR 東海持ってるやつは、あの、ディニア鉄道会に保存、保存するんですかね。で、JR 西日本はちょっと鉄道発区物館とかになんか展示すんのかなって、ちょっと思っちゃったんですけどね。はい。うん、まあ、老朽化っちゃ仕方ないんですけどですね。うん、まあ、その、ドクターイエローですかね。 まあ子供にももちろん有名でして、まあもちろん亡くなるのは寂しいとかって言ってですね、まあ子供が泣いてるとかな、引退を聞いて泣いてるとかって言ってですね、まあそれほど有名なんだなってちょっと思って、まあ一般の人にも知られてますからですね。うん。まあそれほど有名なんだなってちょっと思っちゃいましたね。うん。で、うんまあまあ自分もその、まあもしかしたらちょっと JR、JR 東海で持ってる方も、まあもし機会があったらちょっと撮ってみたいと思うんですよね。まあイベントとかもあったら行きたいなと思ってるんですけれどもですね。 なかなか見ないんですよ、この独体色というのがですね僕も何回かしか見たことないんですけれどですね。うーん。なのでですね。うんあと、ま、自分ちょっと思ったのがですよ、そ、まあま、この車両、ま、自分はその、もうその古いからなんか引退するんじゃないかとちょっと思った部分もあるんですよね。だからもしかしたら N700S タイプのやつを導入するのかなと一応思っちゃったんで、ちょっと予定、予測が外れちゃったっていうのはありましたね。はい。 なのでですね、うん、もしも機会があったら僕もちょっと撮,撮ってみたいと思いますね。はい。うん。でまあ、あとは、その、まあ、僕も撮るんですけどですね。まあ、最後なんですけれども、うん。うん、まあ、撮影なんですけれども、まあ、自分もそうなんですけれども、まあ、撮影ルールはちょっと守りましょうね、皆さんですね。はい。今な、撮り鉄側によなんかどうのこうのでて今言われてますからですよ。うん。 まあそういう人も多分多,分多く撮り、撮る人もいますから、ね、いや、もちろん一般の人も撮りますから、皆さん本当撮影ルールはちゃんと守ってくださいね。はい。まあ、自分も守りますのでですね。はい。まあなのでですね、まあ残り少ない期間なんでもしドクターイエローがですよ、もう見れたら本当に最高だなちょっと思、思ってですね、撮ってみたいという自分がちょっと今ありますね。はい。なのでですね、うん。まあほに磨けたら撮ってみたいと思います。そんな感じです。はい。 うん、本当に、ドクターイエロー泣くのは本当に寂しいですね。はい。うんまあ、実際に流れっちゃ流れってもあるんですけどですね。はい。そんな感じです。雄大コープのミューラー雄大でした。ご視聴ありがとうございます。真似かしら。お送りま皆さん、どうぞ。